先にベース玉なについて説明します、えー、まずですね車で入ってきたら一旦こちらの、えー、お客様用駐車場5台ぐらいありますんでちょっと前がですね狭いですけどここに止めて、えー、受付にまず来てくださいセルフ営業の時はそのままサイトに行ってくださいこの古民家が受付となっておりますで右手に見えるのがですね玉し地蔵 でございますこの中に入ってください。こう閉まってたら開けてください。まあ、ルールとしては、ですね、まあ、ここでチェックインしてもらうんですけども、23時以降、会話禁止、まあ、静かにしてくださいってこということですね。野生動物、イノシシとかいろいろ出るので、臭いがするものは全部直してからお休みくださいと。とこちらあの、ショップになっておりますので、い、ま、ろ、あ、んな商品置いております。まあ、ステッカーからコーヒーからですねテントから焚き火台までありますので、 お時間があっったら見ていっていいくださいこちら金曜、まあ、土曜日だけなんですけどここをですね立ち飲みスペースとして開放しておりますので自分の飲み物を持ってきていただいてここでまあ交流の場ですねっていうふうに使っていただきたいと思います生ビールハイボール男梅沢ワそれとアイスコーヒーやスパイスカレーこれもですねございますのでよろしかったらおっしゃってください と古民家が大体6時から8時までやっているんですけどこのようなルールになっておりますので、えー、ルールを破らないようによろしくお願いいたします、えー、薪がですね外に1缶500円でこの森で取れた薪を販売しておりますのでよかったら使ってくださいとで薪の詰め放題これもある時だけなんですけど土納袋ちょっと破れやすいですけど土納袋に詰め放題してもらって300円でいいですよと こういうい薪を作る時に出た端材ですね、はい、これでやっておりますのでよかったらどうぞと <laughs> それと道のルールなんですけどもう菊池の方はですね123番は上に止めてくださいで4番5番はまあここに2台止めるんですけどできれば4番と5番はもうお友達2人で45を使うかまあご夫婦で45お知り合いがいいと思いますまあ赤の他人でお隣同士でもいいんですけどちょっと微妙かなって感じですね でこの道ですね、一方通行になっておりますので、逆走はできません。はい、でなぜかというと、ここの菊池の方に砂ぼこりがかかるので、逆走はちょっと禁止しております。なので、銀座の方は左、中洲の方は真ん中、下通りの方は、この S 字カーブみたいなやつを曲がって奥に行っていただくと。で帰りはですね その今、白い車が止まっている辺りで U ターンしていただいて、この土のところに行くとスタックするんで、雨の日は気をつけてもらって、U ターンでバックでここまで上がってきて、左に帰っていただくと、左にこう帰れますんで、でで左に帰る一本道が狭くて、地元の方ともし向かい合わせになった場合は、 譲っていただいて地元車を優先してくださいということですね。それと中央にこの階段がありますけど手すりとか何もないので、まあ、怪我とかしたらすべて自己責任になるんですけど夜とかくれぐれも気をつけて通ってください。えー、でセルフ営業の時はですねこのボックスの中にスイッチがあるのでつけていただくと周りの電気がつきますと。でここが炊事塔になってるんですけど。 あのー、残飯とかはすいません、ちょっと捨てれないようになってるんですよ。ここにうまかっちゃんの面をじゃーんとか、そういうことはしないでください。あとトイレなんですけど、えー、と外鍵っていうのはこれですね、これを閉めてくださいということで、まあ、ちょっと風が強い日とかはこれがバーンと開いてですね、ドアが壊れちゃうんで、よろしくお願いいたします。で中に入って、このスイッチャーも書いてるんで分かると思うんですけど、消さないでくださいと。一応人感になってるので まあ時間が経ったら消えちゃうんですけど手をこうとかしてつけてください、まあ、道はちょっと狭いんですけど一応3ンドンダンプが入るように作ってますけどものすごく大きいハイラックスサーフとかですねあとランドクルーザーとかそういうのはちょっとかなりタイトになるので気をつけてくださいそれでは楽しいキャンプをこれはの玉梨地蔵って言ってですねあのさすっていっていただけると まあ元気が出たりいろいろいいことがあるらしいんでよかったらどうぞ。ということでエリアはですねもう一度言いますと菊池中洲中洲は奥に入ってますんでと銀座になっていますで下に行ったら下通りということですねセルフ営業日曜日から木曜日まではですねこちらにえっと箱を置いてますので お名前を書いてサイト番号を書いていただいて、PayPay も使います。で、えー、現金の方は入れられてこのポストに封筒に入れてお金を入れてくださいということでよろしくお願いします。